今日もまたこのジュビロ磐田のクラブハウスからお届けしています。まあ部屋貸し切ってるんで僕一人でこれ撮ってるんで、一応マスクは外させてもらいます。そして今日皆さんに話す内容ですけれども、大学時代の話皆さんに、お届けできればなと思ってこれから話したいと思います。私中山雅史は、筑波大学体育専門学部に入学しそこを卒業させてもらいました。同級生に結構有名どこがいるんですけれども、まあ、サッカー関係者になったら分かるとは思うんですけれどもね、今柏レイソルでコーチをしている井原正美さんね、そして、アンダー18かな、アンダー18かアンダー19の監督やってる影山正永さん、バレーボール界にもいて、男子バレーボール日本代表の監督中外人、これも同級生です。ちょっと変わり種でいくとタリーズコーヒーの元社長の松田浩太、これも、同級生ですね。日本サッカー協会のキーパー部門、ゴールキーパー部門、その一番偉いところだと思うんですけど、そこにいる川又さん、トルシェジャパンの時にキーパーコーチをしてました。この川又も、同級生です。川又は本当に真面目で、自炊もしてましたし、僕なんかは外食だったんですけど、一人暮らししてるところに迎えに行ってガシャンって開けたら壁にエプロンがかかってました。自炊するって言ってもなかなかエプロンを使う人いないと思うんですよね。でも川又はねエプロン使ってたんですよ。なんかつけてましたよ、栄養のいいもの、栄養学みたいなのもやってましたから、当然その中からメニューはこうの方がいいだろうとかレシピを考えたりしてたんじゃないかな、ノートにつけてたっていうのをね一回聞いたことがありますね。それぐらい真面目な男でしたね川又はね。あと、井原は皆さん知ってると思うんですけどね、井原は大学時代からなんだろう、お互いが意識してたっていうところがあるかもしれないですね。井原と大学時代同級生として筑波大蹴球部に所属してたんですけれども、お互い意識してたかどうかっていうことはわからないんですけど、僕自身はすごく井原のことを意識してて、1年生の頃は僕自身も同じポジションだったんで、ディフェンスという同じポジションだったんで井原のことをすごく強く意識してたんですね。今はフォワードっていう形でね皆さん認識してるとは思うんですけれども、大学1年の時はディフェンスをやってたんですね。でそれっていうのも高校3年の時に藤枝東ではセンターフォワードやらせてもらってたんですけれども、そこから国体静岡県の代表になるとなると、その時やはりセンターフォワードには武田というねスーパースターがいたんですね。あの武田ですよ、あの武田は本当すごかったです。高校卒業してすぐ代表に入ってたのかな。で日本リーグとかも1年目でも得点王とかベストイレブンとか新人賞とかその取れるタイトル結構総なめにしたような記憶もあるんですけどね。でそれだけすごいやつがいたんでセンターバックっていうところで国体に出たんですよ。そうしたらそれが認められて今度ユース代表に呼んでもらって、ユース代表ではセンターバックをやったんですね。でそこで井原と組んでたわけですよ。でそのまま筑波大に入学したんですよ。で入学して、で筑波大は紅白戦っていうより青白戦っていうんですよね。青と白の戦いみたいな、筑波大のユニフォームが青だったんでそういうことで青白戦って呼んでたんですけれども、最初青白戦っていう時に僕自身が最初そのレギュラーチームの方のサイドバックで出場できたんですよ。やったと思って、そこで大した手応えはなかったけれども、ああよかったなと思ってたんですよね。その帰り道井原と歩いてる時に井原が「お前いいな、もうそんなレギュラー組に入ったんだな」とかって言ってて「いやいやいやまぐれだよ」って言いながらも「まあね」とか思ったりはしてたんですけれども、で次の日にまた青白戦やったら今度井原がそこに抜擢されてるわけですよ。
そっからです、井原がずっともうそこでポジションを確立していったのは。だから僕自身が先にチャンスを得たのにそれをものにできなかった自分の情けなさが悔しくてしょうがなかったですね。なんとか試合に出たいなっていう思いがあったんで、まず井原がそのポジションを取ってたんですね。レギュラーポジションを取ってたんで、そこに僕自身もあのレギュラーポジションを割り込みたいっていう気持ちがすごく強かったんで、すごく意識していたっていう時期がありました。その時期っていうのはあの一緒に帰ったりもしてたんですけれども、その時に、今日お前どうすんの、筋トレすんのとかっていうことを何気なく聞くんですけれども、そういう時に井原は、あ、今日しないよっていうようなことを言うから、じゃあ俺も帰ろうかなって言って、一緒に帰るふりして、あ、ちょっと俺用事あるからって言って、そこから離れて筋トレやりに帰りました、そういう濃い手を使ってました。でも井原に聞いたら、井原もやらないって言っていながらもどっかでやってたみたいなんですよね。ただ井原はね、行動力があったんですね。運転免許を取りに行くのも、あとね、セブンイレブンでバイトしたこともあるんですよ。そういうことにね、いち早く行動を起こしていたのが井原なんですね。井原が免許取りに行った、コンビニでバイトしてた、じゃあ俺も行かなきゃ、負けられねえっていう、何を負けられないのかわからないんですけどね、どこで何を張り合ってるのかわからないんですけど、勉強で張り合いってところがあるんですけれども、そういうところになんか燃えていて、井原が行ったんだったら俺行かねえわけにはいかねえな、よしや俺もコンビニでバイトしてやるっていう感じでセブンイレブンでバイトしてました。筑波大学の追い越し店、どこどこの追い越し店っていうのかわかんないですけど、追い越し店にまず井原がバイトで入ったんですよ。そしたら井原はやはりね、サッカーに良くない、深夜までのバイトは良くないって言ってすぐ辞めちゃいましたね。だから常にやっぱ先行ってるんですよ。バイトもそう、自動車学校もそう、そして日本代表もそうなんですよ。いろんなカテゴリーっていうのも変ですけれども、いろんなところでまず井原がそこに足を踏み入れてるわけですよね。それを見ながら同じステージに立ちたいなと。井原はどんな景色を見てるんだろう、どんな思いでそこの場所に立ってるんだろう、どんな戦いしてるんだろう、それを僕自身も知りたい、俺も知りたい、そのとこに立つためにじゃあ何しなきゃいけないのか。だから井原がライバルっていうことよりも、その同じステージで戦ってみたいな、その景色を見てみたいなっていう方が強くなってきましたね、やはり井原がいたから僕自身すごく刺激受けましたし、自分自身を成長させることができました、皆さんもね、そういう存在きっといると思うんですよね。ただそこに、嫉妬心や、まあ、いろんなこのライバル心とかも持つとは思います。それも自分をこう動かしてくれる原動力にはなると思いますけれども、まず自分を見つめてほしいなと思いますね。自分がどうなのか、どうあるべきなのかっていうものを、まず矢印を自分の方に向けてもらいたいなと。そして自分を成長させていければ、そこの自分の目指す部分、あるいはライバル視してる部分により近づいていけるんじゃないかなと僕は思ってます。だから皆さんもね、きっと素晴らしい人になれるんです。まあ、だからといって僕が素晴らしいと言ってるわけではないと思いながらも、多少言ってるのかなっていうところもありますけどね。よろしくお願いします。